ホーム渡し船瀬戸石ダム、瀬戸石駅は、熊本県八代市坂本町川、学瀬戸石にある、九州旅客鉄道被殺線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームとは、構内踏切で連絡している。かつては、有人駅で駅舎があり、急行、エビの、熊川の一部列車が停車していた。現在は、無人駅で普通列車のみ停車する。 駅舎も解体された。ホーム上にある待合室は開業当時から使用されているもの。待合室に設置された方面案内板の八代、熊本方面と人吉、湯の前方面は国鉄時代に急行列車の停車駅だった頃の名残である。開業当初は木造駅舎が建っていたが1965年の水害で流出後に 鉄筋の駅舎が再建されたが、こちらも1982年の水害で流出し、跡地は駐車場となった。その後、ホーム上にプレハブの仮駅舎を設置し、それを使用しての営業となったが、無人海溝は駅舎が作られていない。2020年の令和2年7月豪雨では、駅構内の路盤が流出し、ホームと待合室が消滅する甚大な被害を受けた。 一日平均乗車人員及び乗降人員は以下の通り。周辺にはほとんど民家がないが、対岸の著器にはまとまった集落があり、以前は熊川最後の渡し船で結ばれていた。駅付近から階段で通じる河原が乗船場だったが、船が対岸にいるときは叫んで呼ぶ必要があった。渡し船の料金は1回150円だったが、 集落住民は無料であった。先導の高齢化と利用客減少により2012年10月31日限りで廃止となった。ありがとうございます。